ボコンしている久里、ここは上がりきりたい。うん、あとはね、久里にイワンリャマが泣かれづらいというのもありましたかね。4巡目の3番があるからですね。そうですそうです。ここで中林の先輩リーチです。サブロースを待ち、非常にスムーズに転破しましたね。はい、よどみない手順でサブロースを待ちは山に4枚か。一発も回るよ。一つもった、よどみなかった。最後まで1300-2600は1500-2800リーチ一発つもピンフ。1300-2600の日本は1500-2800のつも上がりです。いや、ピンフのみがね、こういう一発つもとかつもっていう来週の1300-2600になるのすごい嬉しいですよね。1300-2600まで伸びたらもう価値ある上がりですよね。そうピンフリーチの最高形を手に入れました中林です。今の2曲久里の親番ドラは嘘を攻めるんじゃないですか今回は。ただね、次のね、クロスターが大変なんですよ。見て、イーシャン、あ、リアンシャンテンか、ロピーじゃない。ああ、イーシャンテンだ。最高の引きで早くもイーシャンテンです。これはやばいっすね。これはもう復活の大チャンスね。今の曲一本は7700は8000の報酬がありましたが、これは取り返せそうですね。久里だってこれ飽きたぞ、いいのがと思ったら上には上が来まくり。はい、先輩、アイオピンフワーカー、文句なし、はい、高い、形もいい、リアンウーソー待ちです。これはね、もう分かるわけもないし、なんというか2巡目リーチって、うん、ねえ、はい、今3枚山になりましたね。いや、待ちも分かんない、イーソーと急走してきない。いや、そうなのよ、高いかもどうかも、なんか間違いいいかどうかもこれ何も分かんないです。まあ、ただ一つ言えるのは、はい、ダブリーの方がまあ形悪くてもなんかリーチするじゃないですか。あ、ほんリアンハンだから。そうですね。だけど2巡目って一番組み替えれるのに、まあこれでいいやリーチってことなので、うん、結構ね、2巡目3巡目ぐらいの方がなんか満足なリーチが多いんですよ。でもね、なんか理想の高そうな黒沢先お嬢様のリーチですから。確かにそうですよね。お嬢の目にかなった、まあこれでもう満足だわ、要するに2巡目だからいくらでも組み替えられるよ、でもこれでいいよってことなんで結構怖い、うん、怖さは増してるか。いや、中林リアンスをねリーチかけられた時点で筋で捕まってました。園田がいいシャンテン、5、6巡目リーチとかよりはなんか2、3巡目リーチの方がなんかいいのが出てくる感じは僕はありますね。今回申し分のない、これ掘り良すぎるけどね。こんなにいいのはずるいよって思うけど、っていうか安牌みんなあるんですか。みんなそんなに簡単じゃないですよ。園田は3品がありますが、3品を切ったらこの手はジエンド、ここを押していこう、ね、まだ無筋がいっぱいあるから、リャウワンの宝珠率なんかね、もうスーパーしかないでしょと、うん、そういう感じですよね。転破したらぶつけに行きそうですね。そうですね、次のイーシャンテンです。中林がなんかちょっと危なかったんですけど、嘘ドラですね。とはいえこれ、もう他に安牌もうないもんね。次リャンゾーぐらい切っちゃうかもね、休めだっつって。あー、なんか不満な展開。いや、これはねリーチはできない。はい、取るかどうか。そうね、取るか取らんか、取らないにしたら1通見るなら9ピンという手がある。端っこに参る9ピンに手をかけた、うん、次にパーピンとか引くとリーチですね。ロスを押すに値する手になるか。ドラタ、もうドラマタリーリャンメンに当たる牌ですからね。そうですね、観老層とかだってね高いしね。理想の手代わりの一つパーピン、場に3枚目が切られた園田です。あ、じゃあもうローソのくっつきで、はい、ほとんど決まりそうですね、はい、リャンソーまだ3枚、うん、ウーソー積もればハネマンから2巡目リーチでハネマン積もも参りましたですよ。まあね、もうなんか生まれ持ったまさにセレブ、はい、だって生まれつき良くないと2巡目リーチできないですからね。そうですよ、変化にもね限度がありますからね。限度がある、そう、2巡目ではあとでも早いリーチは意外と追いつかれますよね。まあ、アンパイがそう、あんまりないですからね、しょうがなく前に出るみたいなパターンが多いですよね。中林はこれはね、左予想出なくなりましたね。アンパイがちょっと増えました、はい、これで9ピン切ってローアンとローソーのくっつきですね。中筋なのでできたらローソーにくっつけたいでしょうか。しかもドラはねウーソー引きたいですよね、はい、ウーソー吸収できるのは非常に強みですね。そので赤ウーソーありますからね、はい、赤ウーソー引いたら園田もね一気にチャンス手に大当たりありますよ。あ、カウーソーいくか。はい、園田追いつきました。カウーソーの追っかけリーチ、これさあんま変わんないんじゃない。2枚だよね、ウーソー3枚、ドラのウーソー2枚です。
こういうのさ、ウーソ一発もとかされたらもう黒沢さんご立腹ですよね。もちろん。でも園田はもうその道目指すしかありません。うん、これ中林安牌ないか。2件に対応は大変だぞ。え、安明町の乱造ある？ないよね。ないと思う。端っこのがマシ？これ難しいよ意外と。端っこのがマシだね。で両方に無筋だけど言ったらどうだ。いやこれ中林 C1 通ってよかったですね。あれ久友あんまない。再開呼吸整えよう。3万園田さんの筋来たもん。中だ。え、これ裏一倍満なんだけど。え、7班今裏乗ったよ。数えてる。すいません、3,000、6,000。え、ちょっと待って。あ、ごめんなさい、4,000、8,000。はい、ね、裏一で倍満まで行けました。まさにセレブ。神様からのギフトしっかり受け取った。いや、ギフトですよ。2巡目ですもの。生まれた瞬間からもう超大金持ちないとね。はい、あれは無理です。サーリーチツモダンヨピンプドラ赤赤裏は8班まで行きました。4,000、8,000で黒沢一気にトップ目です。ね、育ちの良さだけでなんか倍満みたいな。はい、さあここからさらに追い上げ、そうか、さらにリードを広げるか。黒沢の親番です。どんの3曲ちょっと追いつかれてね、ヒヤッとしたかもしれませんけれども。そうですね、ていうかそのまま悔しいですね。あの赤ウソ俺んとこクリアって思いますもんね。山にはいたという証明がね、そうそうそう、今できましたから。うーん、惜しかったなみたいな感じですよね。でもね、そんなに点差は離れておりません。